戦場ジャーナリストだらけに出演した大津です。続いて登場するのは戦場ジャーナリスト歴26年、これまで訪れた危険地帯は15カ国、独自のルートで名高い危険人物と接触し、数々の戦場スクープをその手に収めた戦場界のスクープハンター、大津志郎さんです。だらけでって、まあ、2年前なんですけど、だらけで出られたのが、それからいろんな国行かれました。まあ、あれから、はい、後藤さんとかね、はい、いろんな事件あったじゃないですか、人質の、うん、でああいうんで結構その、まあ、今回も安田君が捕まって、まあ、解放されたんですけど、結構外務省とか、うん、あとまあ世間の風当たりもね、いろいろ、まあ、賛否含めてですけど、うん、あるんでね。あれからまあ2年経つんですけど、いわゆるその危険地帯にはまだ行ってないんですよ、はい、まあ、今話した事情でね、はい、だけどその分、まあ、仕事してね、コーディネーターとか、うん、テレビの番組のコーディネーターとか、あとツアーですか、うん、そういうのもやってるんで、そういうのではもう去年から今年でもう4、5回、5、6回ぐらいは行ってるんじゃないですかね、アフリカ中心に、はい。最近行かれた国はどちらなんですか？一番最近はね、先月の10月、はい、タンザニアに行って、それはまあ皆さん知ってるようにヌーっていう動物いるじゃないですか、うん、あれがその草求めて、はい、ずっと回るんですけど、はい、その途中でそのまあ川を渡る、うん、その川を見るツアーに、はい、まあ、タンザニアのセレンゲッティっていうんですけど、はい、まあ、行ってきましたね、はい。セレンゲッティはどうなんですか、まあ、情勢的にはそんなにそこまで。いや、それにあの辺は今は治安についてはその他のね、はい、まあ、ソマリアでも中東でもああいうのと比べたら全然問題ないんですけど、だけどやっぱり盗賊とかね、強盗とか、いつどこで出るか分かんないっていうのが一つと、もう一つやっぱ怖いのは密漁者、象牙とかサイの角をあれする密漁者がこういっぱいこうなんていうんですか、こういるんで、そういうのは非常にちょっと注意をしてますね、うん、怖いですよね、やっぱ。まあ、レンジャー中心になって、はい、取り締まりは強化してるんですけど、それでもまあ聞いたことあると思うんですけど、アフリカの象牙、もうあっという間に象、昔ね何十万頭いたのが今全部でも もう昔のもう何分の1で、このままほっといたらいずれアフリカから象がいなくなるんじゃないかっていうぐらいのことは言われてますよね。象をどうするんですか、実際には。象牙だけを取って、でケニアとかタンザニアの港に送って、まあ噂ですけど、その中国の、まあ、マフィアとかそのシンディケートが絡んでて、中国アジア方面に、はいはいはい、もう大量に輸出されたんですよ。これはこれでちょっと本当は面白いっていう方も変なんですけど、やってみ、まあ、追いかけてはみたいんですけど、はい、そこそこお金もいるしね、そう簡単ではないかなっていう。やっぱ一番印象に残ってるのはソマリアとかですか、今まで行った国の中で。そういや、そうですね、まあその危なさとか、はい、難しさっていう意味ではソマリアもあれですけど、一番っていうか、まあみんな印象に残ってますよね。であと、まあ、イラク行った時もかなり、はい、あの時ちょうど3人人質で捕まってて、僕もイラクのバグダッドっていうところにいたんですけど、はい、で僕ずっとこう僕が信頼を受ける人間とイラク人とこう歩いてて、はい、そのあるまあエリア行ったら、はい、でこう家行くじゃないですか、はいはいはい、夜になるとアメリカ軍が出てきて、車みたいに装甲車あるんじゃない、ハンビーって言うんだけど、はいはい、あの上についた機関銃をこう夜中中こう撃ちまくっていくんだって、
ね、車の上からだからちょうど家の塀とかちょっと高めなところになるんですよ、標的が。 そこでたまたま顔出してたり、あるいは歩いてって家の人が結構撃たれて、たまたま俺行った家の人、息子が2人ぐらい殺されてるんですよ。でその家で今晩うちに泊まりに来いと、ねね、寝袋持って泊まりに来いって言われてて、あもちろんじゃあ来ますって言って今晩行こうかなと思ってたらそのニュースが来たんですよ。で東京のプロダクションからちょっとあの危ないことはやめてくれと、やめとけと、それであの行かなかった。だからそれがちょっと心残りっていうか、でもまあ行ってたらもしかしたらアメリカ軍にこう打ち込まれてたかもっていうかもしれない、ね、まあまあ気をつけるから大丈夫だと思うんだけど。あともう一つね、あのあれ、まあ、せっかくだからね、この間関連の放送してくれた、はい、いただいたあれで言うとね、あの車走っててね、あのどこだったっけな、まあ、場所はちょっと特定できないんですけど、はい、急にそのあそこがそのアルシャバブが処刑される場所だっていう、こう場所をこう、はい、教えてくれたんですよ、はいはい、カメラ間に合わなくて車ちょっと飛ばしただから、はい、でそれはね、あそこで処刑されるんだっていう場所、俺もまあ肉眼でも見たんだけど、はい、まあ、なんとなくちょっと生々しいね、やっぱただの周りにちょっと木があって、はい、ちょっとこう なんていうの、こういうふうに掘られてて、はい、これはちょっと後ろが崖で、はい、こっちも少し崖気味で、こう木がこうあって、高い木が、はい、それでこう、ま、丸く丸いらがこう、そこが処刑の場所だって言ってましたね。ちょっと生々しかったですね、あれは。まあ、その海外行くにあたって、まあ、気をつけなきゃいけないこと、まあね、金かかるんですよ。で、あの一番はやっぱり情報、はい、で情報はあの人脈じゃないですか、人間関係のネットワーク、はい、で人間関係、人脈、ネットワークイコールやっぱお金なんですよ、はい、であんまり金がない人間が危険地帯行くのはもう絶対なしですよね、はい、旅人じゃないんだから2,000-3,000ドルぐらいじゃ全然ダメでしょうね、ちょっとこれ頼むよ、あれ頼むよって、もうそれでその時点でなくなっちゃいますよ金で。あのあと値切っちゃダメ、絶対値切っちゃダメ。値切るっていうのはつまりどっかで相手を上から見てんだよ、上から目線なの、自分におごりがある、知ったかぶってる。でそれをやると向こうの人間はにとっては全然大したことないと思われる、うん、こっちは偉そうに俺はもうこんなとこ知ってるよ、あの慣れてるよって思ってるかもしれないけど、向こうの人間に見てみたら慣れてる知ってるったってせいぜい2年3年、長くて5年でしょ。じゃあお前10年住んでたか20年住んでたか、住んでないのよ。せいぜい何回か行ったぐらいでさ、なんとかジャーナリストじゃないですか。そんな甘くないのよ。だからそういうのは全部もうバレバレなのよ。だからましてや値切るなんつったらもっと最悪、うん、彼も金いるわけよ、向こうも、向こうのコーディネーターも、で彼もまた配んなきゃいけないわけ、あちこち、そうですね、そのそうそうそう、こういうこと頼まれてるけどお前頼むぞ、あこういうことはお前だなって、分かりますよね。お金がいかないわけですよ。それでバカなやつは俺頼んだらお前アレンジできてねえのかよ言うわけよ。もっと最悪、もうほんと金渡ってない、そういうのはどっかで多分やられますよ、うん、だから最悪殺されるとかね、捕まるとかね、そういうのは一番やっぱりね、まあ、僕思うんですけど、まあ、やってはいけないんじゃないかなっていう個人的な体験ですけどね、うん、思いますよ、うん、捕まったっていうことにおいては 100% 自己責任、捕まった。